下北駅は青森県むつ市下北町にある東日本旅客鉄道大港線の駅。本州最北の駅であり、駅舎のホーム側には、てっぺんの駅という看板が掲げられている。1939年、大旗線の開業とともに、その分岐駅として設置された。大旗線は国鉄再建法の施行により、第一次特定地方交通線に指定され、 1985年に下北交通に転換されたが2001年に廃止された単式ホーム一面一線を有する地上駅。島式ホームの片側を使用する形の防線構造でホームの反対側2001年まで下北交通大旗線が使用していた。かつては大港駅方から大旗線方面に直通できる配線であり、 大港線の列車は大港駅で折り返す形で大畑線へ直通運転を行っていたが大畑線の転換時に線路の接続は立たれている大旗駅が管理する業務委託駅駅舎には緑の窓口とタッチパネル式自動券売機が1台設置されている大畑線廃止までは JR 駅員はホーム上で改札を行っていた JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は107人で、ある。2000年度以降の推移は以下の通りである。ありがとうございます。